たけど18の時引退。最初は好きでやってた青春、いやいややり通す自分。途中で逃げ出すものしかおらず、一人になって育つ兄弟だって扱い粗末。決めた年から真面目、親を喜ばせたい何で、そこで落ちる年末ダイナマイ。迷子から乗り出す船の回路、決めたタバコ酒を断つ、ガキの喧嘩役に立つ、なんかこれは自信ある、できるはず。乗った船進めるため鍛え出す、龍のひげを蟻が狙う。見えてるすぐそこ、チャンスは掴むもの、明日もチャレンジ、将来の自分を。